吉さんお疲れ様ですドラえもんに詳しいという人の中でこのズルキというやつのね存在を知ってる人はまあたくさんいるでしょう、うん、ズルキってやつがねまるでスネ夫みたいな顔をして現れる回が全編通じて6回あるんですよでこの6回ズルキくんっていうのが出る間っていうのはなぜかねふ2つの不思議な現象があります1つは スネオが出てこないんですよ。で、完全にスネオがズルキと入れ替わって、性格からね、姿、形まで一緒なんですよね。違うところっていうのは、スネオよりもちょっと背が高くって、ズルキくんは、こう、ツンツンヘアじゃなくて、まあ、ぼっちゃんヘアみたいなやつなんですよね。もう一つの違う点は、ズルキくんが出るときって、これね、ドラミちゃんが必ず出てるんですよ。不思議ですよね。 これなんでなんんででね私の考察するところによるとね当時ドラえもんっていうのはそのコロコロコミックの連載だけではなくて小学1年生とかね小学2年生とかねそれから読み切りとかねさまざまなところにバラバラで出ていたんですよねでそれぞれの出るところに沿った登場人物でメインキャラクターていうのが構成されていたりとか特別出演のねやがいたりとかね いいいろろしたんだと思いますちなみにスネ夫に弟がいて1回だけ1コマだけ出てくる回があるんですよ。でのび太がね呼びかけるんですけどもそのスネ夫の弟の返事はべなんですよ。ただだそそれだけ性格悪そうでしょで、こういったいろんなところに藤子不二雄先生が作品を残す中で単行本化するときに単行本に収めるものと。 収めないものがあったんですよでこの「ズルキ」とか「ドラミちゃん」の回ってのはまあ収められてはいると思うんですけどもじゃあ当時コロコロコミックを見ていたやつってのは何ズルキそんなやついたのみたいないわゆるね外伝みたいな形でちょいキャラクターってのがね出ていた回があってそれを単行本の中にギュッと入れたからなんか急に出てきて。 二度と出てこないみたいなね。そんなキャラクターもいるんですよね。そういう風に、ドラえもんのメインキャラクター、あいつどうしたみたいなね。そんな考察をしても、なかなか面白いかなと思います。まあ、いろいろ出演させる中で、書き慣れていったりとか、人間関係相関図ができたりできなかったりとか、あとは、登場人物として書き忘れたりとか、まあ、何年も何年も書いてるうちにね、いろいろあったんですよ。で、よくある、 一つの例がですしずかちゃんのパパパパがが出てくるるたんびに違うとと種類ののパパいると静香ちゃんのママはやっぱりね美人なんですよしずかちゃんに似てで再婚を繰り返してるんじゃないかみたいな説もあったりとかねでしずかちゃんは同じ学年でいいながら小学校4年生ぐらいだと思いますけどね4人のパパをパパって呼びかけてるんですよで基本的にこれが本当のパパだろうって認められてるのが の,び太の結婚前夜」で出てくる大学教授みたいなね久米晃さんみたいな人が声やってるパパなんですよメガネかけてね <laughs> 白髪でねでタバコを吸ってるというね「うん、パパ私お読みに行くのやめる?」とかね言って「何を言ってるんだ?」みたいなねそんな感動会がありましたけどまあ「ドラえもん」に関してはちょっとねまた話題に出すかもしれません 今回の登場人物はズルキですそんな名前のやつどこにいるんやみたいなね <laughs> よくぞまあそんな名前付けてくれたなと思いましたよスネ夫も変だけどもね郷田だけじゃいそうじゃないですかいっ <laughs> てらっしゃい